でこの人たちが、うん、人間関係で重視することは、うん、人間関係の摩擦に強く直接影響を受ける、うん、仕事そのものよりも人の方を重視する、うん、肯定的な職場を求める、うん、まあ、楽観的でさっきもおっしゃってましたしね、うんうんうん、で仕事での人間関係、組織風土、モラルに敏感である、うん、あ、要は儲かるためなら何やってもいいんじゃい、うんうんうん、みたいなのはダメだっていうことですね。相手が不幸になりますからね。そうですよね、そう、はい、俺が儲かりゃいいんだっていう、うん、東京都民はみんなソーラーパネルをつけろなんてことは絶対しないんでしょうね、うんうん、まあ、そこが何、はい、かのスイッチが入って、はい、それが理想だってなれば言うかもしれない。わからないですね、それは。はい、で人の欲求、置かれてる状況、うん、動機に目を向け理解する、うん、一人一人を何か貢献できることを持っている個性的な存在として接する、うん、まあ、これがそのさっき河岸博士が言ってた、うんうん、性善説、性善説、はい、そう、悪人であるわけがない、うん、そう、だから信じ切って押し入りすることはありそうですよ、はい、あ、そういうの、そう、騙してやろうとして押し入りはしないけど、これは絶対いいものだって信じ切って押し入りする可能性はある。そうなんですね、はい、フィードバックのやり取りの方法、はい、こういう人がフィードバックするときは、うんうんうん、正当な評価や好意的な評価を与え、うん、個性を称賛し、うん、個人の貢献を評価する、はい、人を喜ばそうとしたり、肯定的なフィードバックや励ましに動機づけられたりする、はい、あ、そういうことをするといいということですかね、うんうんうん、ENFP に対しては、うんうん、現場では監督されるよりも指導や支援を受けることを好む、うん、客観的で課題重視のフィードバックには過敏になる、うん、そっか、要は自分がしたいことがしたいんですね、やっぱり多分、うんうんうん、修正を求めるフィードバックより肯定的なフィードバックを多く与え、うん、批評をためらう、そんな人に対する、うん、コミュニケーションのヒント、うん、個人的な付き合いが励みになるというよりは、うん、それを余計なことと捉える人もいる、個人的なことは話し合わないタイミングを見極め、うん、個人的に関わりすぎるとかビジネスライクではないといった印象を与えることを避ける、ビジネスライクでは、要は、うん、個人的なことは話し合わないタイミングを見極めて、うん、個人的に関わりすぎるとか、うん、ビジネスライクではない、うんうんうん、といった印象を与えることを避ける、要はいつも、うんうん、その個人的な付き合いっぽい、うん、ビジネスライクなのを求められる場でも、うん、なんていうの、その打ち解けすぎる、フレンドリーすぎる、うん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 、っていうところに注意しましょう。いや、そればっかりを、うん、なんかその人にとっては、うん、いや、腹をすべて見せ合うのが人間の付き合い方だろ、うんうんうん、もっと深く付き合おうぜみたいなっていうのを、いや、こっちはビジネスでいいんですと、うんうん、もうこの仕事をどうするかだけでいいんですみたいなっていう場もあるよねっていうところですね、うん、そういう人もいるみたいなところですよね。わかる。で、今取り組んでいる課題が視野から抜け落ちてしまわないようにするために、うん、人の話や欲求への対応に邪魔されたり影響されすぎたりしないようにする。要は今やってることがあるのに、うん、違うのがポンって入ってくると、うん、こっちってなっちゃう人、うんうん、あの、忘れっぽいんですよね、 NP なるほど、うん、INTP とかでもそうでしたけど、忘れっぽいって出てくる、可能性とか、可能性とか、あの、今実際やらなきゃ、現実を軽視するんで、はい、今実際やらなきゃいけないことをすっかり忘れたりする。まあ、確かに未来も大事ですけどね、うん、未来も大事だけど、こうやるべきことをすっぽかしちゃうみたいなところがある、うん、それは多分 INI じゃない ENTP でも同じのが出てきてたんで、なるほど、多分そういうところですよ。 NP は多分そういう忘れっぽい、やらなきゃいけないことをすぐ忘れちゃうみたいな。 N と P、 そうですね、そう、僕は S の J なので、はいはい、おいおい、待て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 って、マニュアルあるだろうって、うんうんうん、4段かは、あ、そうだったみたいな、それが多分嫌なんでしょうね、うん、今に、うん、今なんだよっていうのが嫌なんでしょうね、今な、まあ、多分嫌っていう感情が嫌なんで目をそらしてるんですよ。面白そうな方向ばっか見てて、はい、気づくと、あっみたいな、はいはいはい、忘れっぽいんですよ。だから、でも
それもとらわりだったりしますけどね、うんうんうん、で昨日読んだなと思って、はいはい、昨日の加藤泰造さんの本で、はいはい、要はやらなきゃ、うん、新しいことをやらなきゃやらなきゃ、うんうん、っていうのも、うんまあ、7つの大罪でもありますよね、うん、貪欲、まあ、そうですね、はいうんうん、っていうところですかね、はい、で個人的に接し、うん、相手を元気づけるだけでなく、うん、実際的論理的に接してみる、うん、自分の考えがきちんとした基盤を持ち、うん、現実的である確証を得る、うん、改革的なアイデアの背景にある論理や細かなことを知りたい人もいる、うん、あちゃんと、うん、理論で構築された、うんうん、元気出せよじゃなくて理論で構築されたこうやってやってこうやってやってこうやってやってやってこうやってやるといいじゃん、うんうんうん、で跳ねますみたいな、はい、元気出せよ分かっとるわですよね、うん、それは分かってるからそうもういらないそれはいらない、うんうんうんはい、まあそれに救われる人もいるとは思うんですよねそうですね元気出せよもちろんもちろんもちろんです、うん、もちろんですでこの人たちはそういうので元気づけられるから、うん、あ自分が気持ちいいから人にもやってるかもしれないんですけど、うんうんうんまあ、人それぞれね、うんうん、まあそうですね、はい、タイプに合わせるあそれが嫌がる人もいるそうですね、うん、はいで全ての人が個人の成長という考えに動機づけられているわけではないことを念頭に置いておく、うん、個人の発達がいかに能力開発や業績の向上につながり経営の影響をもたらすのかを示してみる、うん、示してみるだから、まあ、論理的に説明せよって話じゃないですかねみんな頑張れじゃなくてあ、うん、あとは今僕はねこの文頭のこの2つ、うん、2行2行、うん、全ての人が個人の成長という考えに動機づけられて、うん、ああそういうことか、うん、動機づけられ職場でのなので、うん会社のため、うん、っていうのものために頑張ってる人もいるっていうことですかね、うん、とか、まあ、そんなに成長したいわけじゃない人もいる、はいはい、とりあえずこの時間働いて給料もらえればいいかなって働いてる人もいる、はい、そうなんですそう職場にはねいろんな人がいるんですよ、うん、いろんな人がいる、はいうん、みんなが志を一緒にしてるわけじゃないですもんね、うん、もうどんどん力つけて出世してやるんだ、はい、っていう人ばかりじゃないよっていう、はいだって私プライベートの方が大切ですから そういう人もいる、はいうん、だしそっちの人が仕事できないわけじゃなくて、うん、むしろそっちの方がスムーズに仕事をしている可能性もありますしね、うんうんうん、やる気があるからって、うんうん、っていう話もありますもんね、うんまあ、それもあります、はいうん、これが難しいとこなんですよ、うん、やる気とイコールではないみたいな、はい、僕はどっちかって言ったらやる気を見せる方なのであれやる気を見せてそういうアピールですもんね僕はアピールですやる気を見せるアピールアピール、うん、でだし、うん、アピールって大事だよねと思ってるんですよ、うんうん、でやっといた方がいいよって、ま、いや君の気持ちも分かるけど、うん、やってる風を出せば、うんうんうん、安心するんだからさ、うんうん、みんなやればいいじゃんって思うんですよ、うんうん、でもやらない人がいるんですよそうすると腹が立つんですよアピールですからねアピールのタイプですよあでも僕も別にやることはやってるよとは思うんですよ、うん、はい、うんなんかそのアピールをしたいタイプじゃないですかエンターテイナーでしたっけしたいタイプって言われるとなんかうって苦しくなるんですけど、うん、いやちょっと上の方も気持ちいいでしょうねと思うんですよ、うんうん、やってますよってそれが気持ちいいかどうかは分からないよって話ですよいい話なんです、はい、いい話なんですよ、うんはい、ネガティブなものを見たくない聞きたくない、うん、考えたくないは分かるとそうそんな感じですよ。あなるほど。だから見なきゃいけないものをすっかり忘れたりする。なるほど、うん、僕は見て、うん、あの意図的に逃げることはあるんですよ、うん、ただ、うんうんうん、あやっぱりやらなきゃって、うんうんうん、戻って、うん、騒ぎが大きくなって、うん、大変になることはやっぱり多かったです。忘れることはないですよね。だから忘れることはないです。だから忘れるんですよ。あ羨ましいでも忘れてるから あれやったのって言われて、ははっってなる、はい、結局知るぬくいは必要ですもんね、うんうんはい、そうそうそう、やらなくていいわけじゃないですから、ね、そうですよね、うんはい、うちの職場の上司は P の人が多そうなので、うん、規律がなくてグダグダです、うんうん、ああ NP 忘れっぽいあるあるだと、うん、で意欲や熱意にあふれた説得を信用しない人もいる、うん
うん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 、控えめで静かにかつ懐疑的に考える人にとっては、うんうん、情報や考えを示すときに、うん、自分のペースとエネルギーのレベルを落とすことも考える、うんうんうん、これはもう大丈夫ですみたいな、大丈夫じゃなくて大丈夫な、なんか理屈理屈を言えよ説明せよって、なるほどなるほど、うん、大丈夫しか言ってないやないかみたいなでもこの人にとっては多分、うん、かが、なんていうんだろう、 N、うん、N で捉えて、まあ可能性ですよね、だから気持ちでこれって思うわけじゃないですか、これって思う、で、あの熱意だから、はい、ダメでもできるまで頑張りますみたいな話じゃないですかだと僕としてはね、なんかじゃあやってみなよって思うんですけど、うんうん、そういうタイプばっかじゃないですもんね、そういうタイプばっかじゃないちゃんとペーパーにまとめなさいと、そう、はい、ちょっと大丈夫な理由をちょっとまとめて持ってこいと、はい、でも会社はそういう場所ですよ、うん、で、建設的なフィードバックを与えたり、うん、受けたりすることに、うん、心を開いて応じ、うん、成長の機会と捉えてみる、うん、他者からのフィードバックを個人的に受け取らないように注意する、うんうん、あ、やっぱりこの、うんうん、この人にとってもやっぱり苦いフィードバックはある、人からのフィードバックはなかなか苦いんですね、うんうん、だから肯定的に言ってよって話ですよきっと、でもそうやって、うん、なんて言うんでしょう、こっちは、うん、あなたにとって肯定的なことを言ってるよって、うん、いうことも肯定的に受け取ってないっていう時があるよっていうことですよね、だからそうじゃないよって話ですよっていう話ですよね、うんうん、あなたを否定してるわけじゃないからって、はい、これはここが間違ってるよって言ってるだけで、あなたは決して否定してるわけではないよって、それはあの昨日の動画でも撮りましたが、うんうん、事実と事実の認識は違うっていう、うんうんうん、認識っていうのは、うん、もうあなたのフィルターを通してますから、ね、うんうんうん、否定だと受け取る、そう、うん、人の事実とあなたの事実は違うっていう、うんうんうん、でそのなんか個人的なこととして受け止めるみたいな話でしたよね、はい、今、はい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 、うん、F ですからね、 F ですから、はい、だから、俺にダメ出ししてるみたいな感じで受け取るけど、うん、これはね僕分かります、はい、うん、すっごい苦いです、別にこれは、ね、このシステム改善しようよっていう話をしてるだけで、 あなたを否定してるわけじゃないっていう、はい、これをもうちょっとこういうシステムにしたらもうちょっと良くなんじゃないのって言ってるだけですよみたいな、もうこれはね、うん、分かるんですけど、ね、うん、本当そうなんですよ、うんうん、事実の認識と事実は違うんですよ、うん、はいはい、で方針を変えて、うん、手がけたことを終わりまで同じエネルギーを持って関わり続けないでおくことは難しいことではないよと、うん、ああ、しかしこのような態度は、うん、課題や納期を重視している人を苛立たせることになると、そうですね、うん、アイデアをイメージしたり、うん、実行に移したりするときにも、うん、最後までやり抜いて終わらせるようにしようと、うんうんうん、飽きるんですよねきっと、はい、飽きちゃう、飽きちゃうんでしょうね、うんうん、なんか、まあ、7だとすると あれがもっと面白そうに見えるみたいなことじゃないですか、でしょうね、あっちに可能性を感じたみたいな、勝手に方針を途中で変えちゃうんですね、変えちゃうし、あの難しいと思ってるって話ですよね、もうずっと継続するのは難しいとも思ってるんでしょうね、うん、はい、うん、からそれは難しいことではないよって、俺そういうの苦手だからさとか言っちゃうタイプ、うん、なるほど、うん。